日は久々のレッスンまとめ、サイドチェイスの表情を、見つけてみましょう。ノリを踏まえてサイドチェイスの表情を変えていきます。ルーティン多めです。まずワームのおさらいから、まずね、突っ込むところですね、頭を突っ込ませる、顎を上げる、胸を張る、腰につなげて膝に落とすと、上から下に、流していく感じですね。これをまず一個一個分割してやっていただいて、それをこうつなげて、波のようにつなげていくイメージでいいと思います。はい、慣れてきたらペースを上げます。早く早く遅く、早く早く遅く、そして、さらに慣れたら連続で乗ってみましょう。はい、じゃあここから基本の変化紹介します。まずウォーク、歩くような動作ですね。そこからキックにつなげて足を払う感じで、ツイストを使って足を横に蹴り出してみましょう。慣れてきたら、少し軸足を引き寄せて、スキップするような状態になります。すごくハウスのね、すごく代表的なステップの仕方です。じゃあ今日のテーマ、表情を変える、ターンをしながらサイドチェイスをしてみます。3回目ですね。ワン、ツー、スリーで、右に、ターンしてみます。はい、こんな感じで、はい、イメージはね、ズボンを履くようにっていうところですね。はい、つま先からぬるっと差し込んで腰まで、通していくようなイメージ。次にもう一つは左の足のかかとを内に入れるんですね。この、ターンするときにですね、ちょっとぬめっとさせるので、バランスがね、少し、際どい感じになるので、バランスを取りやすくするため、あとはこうちょっとカチッとアクセントにする感じですね。 Let's try。今日のルーティーンちょっと紹介します。1 2 3 4 5 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8。ここから1 2 3 4 5 6 7 8という感じですね。はい、チェックポイント、さっきのちょっと横向いてやってた複雑なこのステップですね。ちょっと一個一個ゆっくりスローで見てみましょう。これ僕のちょっとオリジナルです。一つ一つはっきり、させるような踏み方でやると伝わりやすいと思います。で、横からのシルエットも意識してね。キック、トゥイスト、バックステップ、ステッ、スイングヒールアップ、グッドヒール、スイングバック、トゥイストという構成になってますね。Let's try。この動画がいいなと思ったら、チャンネル登録と高評価ボタンぜひお願いします。